北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、日本政府は直ちに厳重抗議しました。国際社会の強い警告にもかかわらず、またも北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。発射を強行しました。断じて容認できません。強く抗議します。政府は安倍総理のほか稲田防衛大臣らが集まって NSC 国家安全保障会議を開催しました。北朝鮮の弾道ミサイルはおよそ30分間で800キロ飛行し、日本海に落下しましたが、日本の排他的経済水域には入っていないと推定されています。稲田大臣は今回の発射が高度2000キロだったことを明らかにし、通常の高度よりも高く打ち上げる、いわゆるロフテッド軌道の可能性があると述べました。現時点で船舶などの被害は確認されていません。